やっぱりなやさんにたくさんメッセージが来ておりますので、うん、紹介させていただきます。こちら癒されネームアスハさんからいただきました。ありがとうございます。若本さん、中島さん、アシスタントの皆様、そしてまさかのゲストのなや五郎さん、こんにちは。こんにちは。今回は五郎さんがゲストと聞きまして、初めてメッセージを送らせていただきました。私は古い洋画の吹き替えが大好きで、DVD も新録音のものよりテレビ放送時のものが入っているか否かで購入を決めているのです。すごいな。そうですね。プロだな。やはり五郎さんといえば、ジョン・ウェインにリー・バン・クリーフ、ロバート・ライアンと多々ありますが、なんといっても個人的にはチャールトン・ヘストンです。あ、先ほど若本さんもおっしゃってましたもんね。中島はチャールトン・ヘストン知ってるか？見たか？なんか実際には猿の惑星、猿の惑星、猿の惑星ね。はい、猿の惑星やられました？みんな死んで俺だけ生きてる。その物心つくかどうかの時だったらしいんですけども、このアスハさんが物心つくかつかないかの時に見た猿の惑星のラストではトラウマとなり、映画をまだテレビで見る頃だった小学生では黒い絨毯でショックを受け、昼間になんとなくつけたソイレントグリーンでもまたトラウマになり、年が進むにつれてヘストの映画に多大な影響を受けて育ってきました。で、黒い絨毯は磯部勉さんでしたが、他に見たものはほとんど五郎さんのアテレコだったので、後々にカメオやドキュメンタリーでもしっかり五郎さんが当ててらっしゃると嬉しくなってしまいます。そういえば若本さんが敵ボスでシュワルツネッカーと戦ったトゥルーライズにも五郎さんが出てらっしゃいましたね。トゥルーライズ、トゥルーライズの方で、はいはい、敵側の方だったやつなんですけども、諜報部の長官のヘストンが、五郎さんが当ててらっしゃいまして、はい、五郎さんの中でヘストンの映画で一番思い出に残っている映画は何でしょうか。ちなみに私はテレビの小さい画面ながら大迫力を受けた実会でした。実会だな、やっぱりね。また今後とも皆様のご活躍を期待させていただきます。失礼いたしますといただきました、はい、テレビ版の方ですよね、トゥルーライズの方は。そうだ、そうだね、はい、そちらの方で共演されていたという話ですけども、やはりヘストンの映画の中で印象に残っているものってございますか？ヘストン、ちゃんとヘストン、いろいろあると思うんですけども、まあ面白かったよ。面白かった。ベンハー、ベンハーね。はい、ベンハーの方もやっぱり大変だったら10回とかね。はいはいはい。今でもああいう10回とかベンハーなんてのはちょっともうできないね、今の声優じゃね。ちょっともう無理、作れないでしょ。作れないね、あれは。今できない、いくらこれ積んでも、うん、お金を。そのね、もう声優がいないんだよな。うん、でこの前もね、ちょっとあるゲームで呼ばれてね、はい、フランスの CG のね、ものすごくね、もう生きてるような感じのね、はい、ゲームソフトなんだね。はい、うん、で割と若い役なんだけど、当ててきてね、で僕と源田がやったんだけどね、はい、若い人で配役したらどうなんだって言ったら、いやー、これできるのはもういないですよ、若い人には、つってね。そんなこと言ってたね。だから、例えばそのベンハーとか10回でのね、はい、僕もあれはもう本当に兵士1が2ぐらいで出てたと思うんだけどね。もうやっぱりああいうアダルトな、このなんていうかな、色彩のね、表現というのはもう無理だね、今ね。ああいうものが来たとしてもね、うん、今の手持ちのってはおかしいけど、今 の声優でね、あれをやろうとしたらちょっとアニメチックになっちゃうんじゃないかと思うんだよね。それぐらいすごかった、迫真がね。やっぱり実感も、多分直接その映画を見たことがないという若い人も多いと思うんですけども、やっぱりラストシーンっていうんですか、はい、その海が割れて、その海底を歩いていくって、シーンのことを知ってる人はたくさんいると思うんですよね。まあでも今でも、ツタヤとかね、あそこで見れますからね、はい、あの辺のね、多分吹き替えなんかでもあるんじゃないかと思うんだけどね。あると思います。